はい、こんにちは。オーディニオンクリエイトの瀬名です。今回はですね、ユージャムのユーシンセドライブを紹介しようと思います。このドライブなんですけれども、今までは無料でダウンロードができたんですけれども、6月14日から有料商品に変わるということで、6月13日までにダウンロードをしなければ、無料にならないという形になってます。ですので今回ですね、この動画を見て聞いてもらって、あ、いいなと思ったら、無料でですね、6月13日までにダウンロードを、していただきたいなと思います。で、ユージャムというあのメーカーなんですけれども、今までちょっとやってこなかったんですけれども、非常に初心者に優しい商品をですね、作っているメーカーさんで、このユーシンセもあのシンセサイザーという、ものが全然わからないというあの人でも簡単に音が作れるというような、そういった商品となってます。結構ですね、簡単にいろんな、バリエーション音作りができますので、その辺もですね、紹介していけたらいいかなと思います。ということで最後までよろしくお願いします。はい、それではですね、普段は操作説明を先にするんですけれども、今回はですね、音色の方を先に聞いてもらおうと思います。キースと、リードとパッドと、あとプラッグの音ですね、だいたい十何種類かを、選んでみましたので、まずは、キースでオールアラウンドっていう音色からですね。次がですね、ホーリーモーリーっていうんですかね。それで次が、これもキースでアイランドテンプル。今単音で弾いたんですけど、バッキングで弾いてもこれ結構面白い音だと思いますね。結構好きな音色です。はい、次がこれ何て読むのかがちょっとわかんないです。非常に柔らかい音色ですね。はい、次も、キースでウォームブランケットっていう音ですね。
ではですね、リードの音に変わりまして、まずダックドゥテイルという、音色ですね。次がマック・ムーディは面白いとは思うんですけれども、非常にですね、使いどころが難しいかなと思います。まあ、単音で弾くのが一番いいのかもしれないですね。次も結構使いどころが難しいなと思うんですけれども、レイガンという音色なんですけれども、例えばこのあたりのこの辺りの音域で弾いて、こういうアルペジオ風に弾いても面白いですし、メロディーとしてまあこういう風に弾いても面白いと思うし、もう普通にもうソロでまあ弾いてもいいと思いますし、まあいろいろ使い方はあると思うんですけれども、まあファニーなんですけれども、結構しっかりしたいい音だとは思いますね。でリードで最後、オンクラウツ。これはリードっていうか、まあ、僕はパッド的に弾いたんですけれども、まあ結構面白いというか、まあ、僕好みの音色だったので紹介しました。はい、それではパッドになりまして、アンサンブルという音色からですね。それでは次がサイドバイサイド。これはパッドっていうか、ちょっと
キーボードっていうか、そういう系統に近い音色ですね。はい、次がフィフスなんとかですね。これはちょっと打って変わっても、派手な音色となりますね。まあ、こういうのも入ってるってことです。で、ヘブンバウンス。これもすごく美しい音色だ、だと思いますね。で、最後にですね、パッドじゃなくてプラックなんですけれども、これはちょっとプラックっていうような感じでもないんですけど、いい音色だったので、聞いてもらいたいと思います。こういった感じの音色なんですけれども、プラックっていう感じではないですけれども、非常にいい音色だと思います。一応音色紹介は以上となります。はい、それではですね、操作の方法を今から説明していこうと思います。この U シンセというものは従来のシンセサイザーとは全然考え方が、変わります。まあ、普通シンセサイザーっていうと、まあ、最初にオシレーターをまあいじったりとかフィルターいじったりとかっていう形で、様々なまあフィル、まあ、つまみであったりとかフェーダーとかをまあいじって、音色作りをしていくというものなんですけれども、この U シンセに関しては、まずここにシンセサイザーというものがあります。で、ここをクリックするとですね、もうこういうふうな形でカテゴリーごとに、音色のひな型がもう出てくるんですね。ベースのひな型、キーボードのひな型、リードのひな型というふうな形で出てきます。で、これを、クリックして、で、まあ今リードに、しましたけれども、こういうふうな形で、まあ、ここから音作りをしていくっていう、まあ、そういう考え方になります。で、まあ、この中に入っているものが、まあ、一つのプリセットっていうふうにして考えてもいいと思うんですけど、要はまあ、オシレーターであったりとか、フィルターであったりとか、エンベロップであったりとか、そういったものの、総合的なものが、ここにまあ、もう、一つのシンセサイザーの音色の型が、こういうふうに入ってると、この部分に関しては考えてもらっていいのかなと思います。で、こういうふうな形で、まずこれを選んでもらって、このつまみとこのつまみで、まずは変えるんですけれども、ダーク、ブライトっていうふうに、まあ、
ここに書いてあると思うんですけども、これが今普通の、音色ですね。でこれを、ダークの方に持っていくと、こういう風なちょっとまあ暗めな、ちょっとくぐもったような感じの音色ですね。で右に、これをつまみを開けていくとブライトになっていって、より明るいちょっと派手な音色に変わっていくという効果をここで作ります。そしてこの右側のこれなんですけれど、ファーストスローってあると思うんですけど、これはまあこの音色の時間軸ですね、まあ基本的にエンベロープの、ようなものだと思ってください。この音色だとちょっと分かりづらいのでパッドにしましょう。例えばこれをファーストにすると、ずっと押しててももうスタッカートな感じのもう音色ですね。でこれを一番右側のスローにすると、こういう風な、まあ、音色の変化が出るということですね。まあ、要は音色の時間軸を変えるという風に考えてもらえばいいかなと思います。でここの、3種類のつまみなんですけれども、これはここのカテゴリーの、何を押すか、要は何を選択するかによってここの部分も全部変わるんですね。名称も変わりますし、なのでここのカテゴリーから音色を選んで、こういう風な形で、まあ、ランダムではないんですけれども、こうやってまあ出てくるわけですよね。でこれって実際触ってみないとわからないんですよ。あ、これはこういう風に動くんだ、これはこういう効果になるんだっていうのは、ここをもう実際に、動かさないとわからないです。実際これなんて読むのかさえちょっと僕もわからないぐらいなので、まあもちろんムーブメントっていうと大体想像はね、こういう風にまあついたりとかしますけど、わからないものたくさん出てくるので、実際触らないとわからないっていう風に考えてもらっていいと思います。でまあこれで、音色を決めて、ここにフィニッシャーっていう風な形であると思うんですけれども、このフィニッシャーっていうのはいわゆるエフェクトです。でエフェクトの種類もですね、これはまあ一つの UJAM の売りだと思うんですけれども、さまざまな、ものがついてます。もうコンプレッサーからディストーションから EQ からね、フランジャーからっていう風な形でさまざまなものが、ついてて、でこれを一つ選ぶことによってだいぶですね音色も変化します。で、まあ、どのエフェクトを選ぶかによってここの部分も変わります。今はこの、グレインアンサンブルっていうのはアンサンブル、フェーザー、アナログ、ディレイから、これ多分リバースっていうことだと思うんですけど、これがこういうふうな形で出てきてるんですけど、これも例えばこれにすると一気にここの部分も変わります。なので、まあ、一応こういった形でこれと同じようにですね、調節ができますよという形になります。そしてですね、この有心性の最大の特徴だと思うんですけど、それがこのサプライズっていうところですね。これにあると思います。これどういうものかっていうと、ここのサイコロみたいな部分を押すごとに、音色が変わります。ここの部分をちょっと、見ててほしいんですけど、これ今、まあ、値が4ってなってます。押すごとに微妙にこういうふうに変わりますよね。この4から例えばもう一気に10にすると、ここのひな型の部分も全部変わりますし、フィニッシャーの部分も全部変わりますし、何もかも変わります。
っていうふうな形でもう無限に変えていくことができるんですね。一応この undo redo もあるので、あ、2つ前のやつが良かったなって思ったら2つ前に戻って、こういうふうな形で、あ、この音色いいやって思ったらここでいろいろと変えていくっていう、まあこれが多分有シンセの最大の、まあ、売りなんだと思います。要はもう押すたんびに無限に違う音色が出てくるわけですからね。だからある意味その一番最初に僕がそのプリセットを紹介したっていうのは、一応プリセットあるんですけど、正直言ってプリセットにこだわらなくてもここで無限に音色出てきますよっていう風な、まあことだったので、まあ一番最初にプリセットを紹介してからこれを紹介した方がいいかなって思ったんですね。で、あとはここにまあディレイですね。一応ディレイもこういう風に細かい設定も変えられますし、アンビエンスっていうのはこれリバーブですね。リバーブも、スモールルームとかね、チャペル、プレートホールとかも様々。これも結構種類も豊富ですね。っていう風なものがあります。あとシーケンサーがあるんですけれども、ちょっともう時間的にあれなので、シーケンサーは本当に普通にシーケンサーです。でここのもう説明はちょっと省きますけれども、本当にシーケンス的に例えばコードを弾いたらそのもうコードが変わっていくっていうようなものもありますし、例えばですね、ここにアルペジオってあるんですけど、アルペジオのベーシックとかアップとかダウンっていうふうな形で、もう本当に普通のアルペジエーターとしてまあ使うこともできますし、ここでもですね、本当にシーケンサーのベースラインの、プリセット、シーケンサーのプリセット、コードのプリセット、パッドのプリセットとかっていう風な形で。でそれも、まあ、ここの部分で、いろいろとね、変えることもできますので、ちょっとまあ細かく説明すると随分、もう、今でも長いと思うんですけど、もっと長くなっちゃうので、もうちょっと省きます、ここは。なので、まあ、この有シンセの最大の売りはこのサプライズというところにありますよっていうのが僕が一番言いたかったことであります。あとは、シンセサイザーっていうものなんですけど、従来のシンセサイザーとは全く違ったもので、まあ、初心者にすごくいいとは思いますけれども、そうじゃない人でも十分重宝すると思いますし、いろいろな音作りというか遊べるというか、そういったことができるものだと思います。はい、ということで、今回は有シンセのドライブを紹介しました。この商品に関しましては6月14日から有料となりますので、6月13日までに欲しい方は、ダウンロードをしてください。それまでは無料となっています。一応ダウンロード URL は概要欄の方に貼っておきます。まあ、UJAM に関しては、今回、まあ、初めて紹介したんですけれども、UJAM 製品は結構おまけでもらえたりとか、すごく安くなってて、まあ僕もいくつかは持ってるので、まあ、これからまあ機会があればですね、非常にまあ初心者向けの商品っていうふうにも言っていいと思いますので、まあ便利にまあ使える、製品だと思いますので、まあ機会があれば紹介しようと思います。ということで今回は以上となります。非常に長くなって申し訳ないです。この動画がいいと思いましたら高評価ボタン、あとチャンネル登録の方を押してもらえると非常にモチベーションが上がります。よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた。